です。ちょっくらフィッシングしますか。全く釣れなかったんで、また朝のコーヒータイムで。これ砂糖と醤油、甘だれです。どうでしょうか。美味しそう。芋餅初めて。エルさん芋餅初めて、うん、おう、どうですか。熱い。熱い。うーん、もちじゃない。あ、俺ポテト、ケーキっぽい。ケーキっぽい。うん、何、パンっぽい。ちょっと、うん、違う。もちちょっとビヨーンって伸びるね。もうこの餅全然違う、うん。今日ソーラーどうですか。今日のソーラー163、めっちゃいいですよ。163ワット、65%。今日はちょっとチャージしたいね、たっぷり。まあ今からなんですけど、なんか。めちゃめちゃ有名 なんか日本酒の工場がこの佐渡アイランドであるっていうことで、なんかルーさん言ってたじゃないですか、あの外国のレストランノブで、うん、そう、結構使われてる。 Yeah, there's a really famous Japanese restaurant called Nobu、うん、僕は働いてましたよ、オーストラリアの時。ノブ。そうですか。1週間だけなんかウェイターみたいな。ウェイター、うん、酒持っていくやつ。Wow! I'm always learning new things about you. ほんまに? I can't believe you never told me. まあ、その、そこで使われてる酒があるということですよね。ここですね。あの、直接入っていきます。まあ、館内はちょっと音楽が流れてて、ちょっと皆さんちょっと著作権の関係でちょっと会話はちょっと流せないんですけど、北雪酒造さんは音楽酒や超音波で熟成させるお酒があるというのことでした。で、音楽は振動なので、その振動で熟成させるみたいな感じです。熟成させることによって、まろやかな味になるらしいです。まあ、前の会話で出てきた、あの海外で人気のノブのレストランの話なんですけど、その関係というのは矢沢永吉さんがすごい関わってくるらしくて、なんかファンの方が矢沢永吉さんにお酒を、あのこの北雪さんのお酒をあのプレゼントしたところすごい気に入って、で矢沢永吉さんの友達のノブさんと、一緒に飲んで、でノブさんがめちゃめちゃ気に入って、この北雪のお酒をあのうちのレストランに置かしてくれっていうのが始まりだった。おるさん、今日は太っ腹です。ありがとうございます。OK、そう、ノブで酒。ノブの酒、純米大吟醸。この、日本酒、ノブレストの中、あります。はい、だけ、はい、はい。それから、この日本酒、ちょっと面白い。超音波の熟成酒、はい、あります。どんなもんか。多分、めっちゃ美味しいかもしれません。うん、楽しみ。楽しみですね。後で。今日なんです。見てください、ルーさん、ここに。ここ、佐渡でめちゃめちゃ有名なのが、このタライ船って言って、なんかこんなタライで、こういろんなとこ、船でどっか行けるみたいな感じで、も何分でしたっけ ?10 分で、多分、何分やったか、1000円ぐらいだと思います。ルーさん、行きたいですか？あるかね。あ、寝るだけにしときますか。エブリウェア、ケムシ、うわ、毛虫、皆さん見て、この毛虫がたっぷりです。このサラアイランド、やばい、めっちゃ多い、うん、うわ、あそこの上にもいる、見て、オールラバン、毛虫パラダイスや、うわ、ここもおる。ルーさん、ちょっと今調べてみたら、今、佐渡で大量発生、マイマイガっていう、なんですか、ガ、それの、あの幼虫が毛虫、めっちゃ多いらしい、大量発生。うん、佐渡でプロブレム、はい、やばい、もう皆さん、ほんま、もし佐渡アイランドで来るとき、6月から10月は気をつけた方がいいですよ。めっちゃくちゃ毛虫おる。いや、もう、バンのアウトサイドめちゃめちゃおるで。
そう、今なんですけど、フィッシュマーケットに着きました。昨日釣れなかったんで、ちょっと今日の夜ご飯の魚をちょっと買いたいなと思う。 I wish it's my fish man。 何魚買いたいですか？分からない、ちょっと見てきますね。はい、アドバイス。この赤メバル、赤メバル、はい、焼き、あとは煮魚、中にも肉魚なので何しても美味しい魚です。あ、そうですね。うん、あ、この人もこれもらっていいですか？はい。皆さん、ということで、とりあえずまたまたキャンプ場着きました。ここ無料キャンプ場です。期間限定で冬だけが無料キャンプ場、こんな感じです。ビューめっちゃいいですよ。もう海の目の前で、多分ここから夕日がこう探してくると思うんですよ。すごい、夕日には最高のスポットだと思います。今は島のこっち側にあるね、西側。うん、はい、まあとりあえずこんなと入れるかどうか、ちょっとキャンプ場見に行きますか。おお、めっちゃ大きい稲田や、稲田。What's 稲田？フィッシュ、フィッシュ。Oh yeah。ブリの子供や、ブリの子供。ブリの子供。I caught it on the camera。稲田、見た ？Yeah。ここめっちゃええで、魚釣り多分。Smell you. Yeah. クラゲ怖。Very oishii sirloin steak. クラゲ結構多いよ。夏めっちゃ多いと思ってるさ、クラゲ。Wow. 今日ダーマさんかもしれませんか。I have no idea what we're making. Okay. Shota, you're like.Creating all these incredible dishes recently. You've come up with these amazing recipes. I think you should open the Bapashota restaurant. みなさん、Bapashota restaurant 行きたいですか？聞いてください。ちょっとね、この佐渡島の横にある、新潟県の佐渡島の横にある粟島っていうところの郷土料理をちょっと作っていきたいなと思います。わっぱにみたいな感じの。とりあえず、ちょっと見といてください。どんな感じか。Yes. Okay, so it is. Yes. Mmm. Oh, 最高や。The sun is reflecting on your face. めっちゃうまい。めっちゃいい場所。佐渡が島。今までどうですか？これは絶品ですね。佐渡が島。めっちゃいい場所と思います。So, we've been many places in Japan that look like this in terms of the buildings and the villages, but there's a lot of depopulation and a lot of abandoned buildings. Shops are closed and all the houses are abandoned. But here, it's full of life. なんか古いビルディングが残ってるんですけど、活気がある。But I feel like we've gone back 50 years in time. で、けど、ね、子供とかもめちゃめちゃはしゃいでるし、はしゃいでるとか元気に遊んでるし。Young people too, our age. そうね、若い子も、街とかに行ったらめちゃめちゃおるし、なんか暖かいですね。そう、どうやらね、多分仕事あります。仕事あるんちゃうんですか？はい。多分、a lot of opportunities, because 大抵日本の中、なんでみんな出ます？仕事ないね。仕事ない、多分、仕事、opportunity 欲しい。はいはいはい。出ます。赤メバルとネギと味噌汁。これはなんか適当に自分らで好きなものを入れていいらしいです。で、熱いホットウォーターを入れます。いいですね。石をめちゃめちゃ温めてるんで、こいつをこの激熱ストーンをこの中に入れます。OK？ はい。おお、This is わっぱにです、エルさん。わっぱに。これでクックするらしいです。That is crazy. Look at it. Yeah. Oh my goodness. It's so hot. Yeah. あ、ワンモアいきますよ。
おーれれれれれれおーバブリーウォーワッパにできましたイエーイ An interesting way to cook! Really? Okay, let's have a dinner, Lusa. Let's have a dinner. I'm just can't stop watching it. Yeah?テイソン今日はできましたよ、わっぱに定食にこれから行きましょう、okay. 超音波の日本酒 I have big expectations for this one 何ですか Music 超音波、oh. I can't open it Oh no 何を言うとんですか、ルーさんこうですよ Oh, you have to do differently はい、oh. 二重になってるんです、はい、どうぞ Oh, there's a cork コルクじゃないです全然ちゃうで、oh, Very interesting bottleお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。北節さんの。うわ、めっちゃスムーズです、日本酒。ね。スムーズ。うん。ちょっとスムーズ。ちょっとスパイシー。おいしいね。ちょっとドライ。めっちゃ飲みやすい。Easy to drink。うん。甘い、全然ない。甘さない。でも辛さ。でも辛いんですけど、飲みやすい辛さ。どう思います？そうですね。うん。OK、いただきましょう。Come in here. ほんまに OK、ということで、わっぱに定食いただきます。熱っ。うんま、これですね。佐渡さんの味噌ですよ。佐渡の味噌。佐渡さんの味噌、美味しい。うん。うーん。魚うま。赤メバル。今回の魚。どう ?I hope no one peed on those ルース、洗ったやん。Mm-hmm. I hope you washed. I know I washed them, but maybe some pee on them. Someone pee on them. 今回あのワッパにあの島も行きたかったんですよ。あそこの島も行きたかったんですけど、なんか PCR 検査とかせなあかんかって。この島。うん。だからちょっとややこしかったんで今回行けなかったです。うん。だからこの料理だけ佐渡島でちょっとしてみました。うん。My water.あれれれれれ Open and burn the table ほんまに大丈夫か Here おーワッピー最高やんワッピーこのワッパにノーマリークックウィザーワッパっていうのでクックするらしいですなんかワッパっていうのはこの鍋でこのバンブーでできてあるバンブーかね竹か木でできてあるやつで料理するらしいでも今回ちょっとワッパがなかったんでこのキャンプ用の鍋でただいまより、ポータブルシャワーの時間がやってまいりました今日はちょっとテントなしで行きたいなと思います多分誰もおらへんと思うんで周り別に裸でも大丈夫したルーさん大丈夫ですか大丈夫です、ね、絶対誰かこうやってこの話誰か見とくかもしれんで、ね、ルーさん大丈夫私多分ショートの後します多分暗いあ全然大丈夫と思いますかおこれ絶対冷たいでおあもう冷たい今日まだまだエティークさんの動物油が一切ないやつちょっとよくわからないまあ環境にいいやつですね。ああ寒い。こっち寒いぞルースさん。温泉あるのに温泉行こうよルースさん。温泉。ルース銀行厳しい。No one's in the lounge. I did check. There's no one's in the lounge. ああ寒い。北海道までここから577キロ大阪485キロですまあキャンプサイトでもまっすぐじゃないですめちゃめちゃ傾いてる感じのキャンプサイトですでちょっと水泳しに行きたいなと思います今から朝の水泳ですルースさんルースさんハイキングシューズ最近靴ずれ多いか新しいのはどうですかこれはいI'm going to use my slipper for the band. Ah, slipper for the band, there is a slipper. And then you can go to the beach and wear those lovely sandals. Also, hat for you there too. Wow, 帽子もあるやん。最高やな。ゴミ多いね。やっぱり北側ゴミ多い。プラスティックまみれやね。虹はすごい綺麗な感じです。That's from that. Oh, refreshing. I'm going to swim. You're going to swim.わー、うー
おーい。どない？他の住民どうですか？